にですね、あのちょっとパンク2本目かけて穴が見えますけれどもですね、あのここはあの先生が入れてたんだろう、それであの、今日ちょっと先もつくの忘れちゃったんですけど、多分ここの前じゃないかと思うんですけど、穴2つあってその前に先生が引き出した、引き出してる古い先も残ってます。ここが潜水艇を入れていた地下壕だということで特別見せてもらうことになったので、ちょっと中を見せていただきたいと思います。よいしょ、あ、狭いね。ここで終わりなんだ。コウモリとかいないかな。特に生き物はいなさそうですね。水没はしてないですね。こういう感じなんだね。思ったより高さはあるけど奥行きは狭かったです。こんな感じです。今度は2カ所目です。隣の号ですね。あ、ここも同じだね。奥行きはあんまりないですね。ここもこんな深いんですか。その高さは結構あるんですけど、これだけど奥行きはあんまりないタイプ。どこでも壁になっちゃってるんですか。そうですね、こういう感じですね。お、すごい、よく見える。最初にやってもらえばよかった。気になるのはコウモリとかがいるかってことなんですよね。こんな感じ。高さはやっぱり潜水艇入れてただけあって相当高さがあるね。けど水没は特にしてない。ここはここで、ここで短いんですけども、水槽があるんですよね。これがちょっと珍しいタイプですね。ほら、落ちたらやばいな、これ。すっごいでっかい水槽がここ内にあります。どういう用途だったんだろう。これも潜水艦をしまう号だったのかもしれないですね。さあ、こっちはどうだ。あ、ここで終わりだ。ここはこれで終わりです。なるほど。